局長ルルフ長のダンダラダラダラ TV。 イエーイ。はい、あっという間に9月ですよ。早いですね。早い。なんかこの間までなんか夏だ夏だで暑いって言ってたのに、まだ暑いですけどね、残暑がね。そうで、はい、ここまで、数ヶ月いろいろいろんなイベントとかにちょっと便乗して乗っかって、はい、無理やり新選組にこじつけるという企画をやってたんですけど、いや、たまにはえ、なんだよ、無理くり感がすごいですよね。これは言うな。でもそれが逆に面白い。どうでしょう、ダラダラ感があったでしょ。ありました。嘘ついてないでしょ。ダラダラ感はあったでしょ。ですね。そう、でもたまにはちょっとたまにはね、歴史のこともちょっと喋ってみようかなっていう。あ、ついに、はい、そんなお試し結果でございます。はい、というわけで、ね、9月は、9月に起こった新選組の出来事について語ろう。はい、そして今回のメンバー紹介をしたいと思います。まずはパンダ局長。局長です。イエス、よろしく。はい、そしてルル副長です。どうも。そして、今回はなんかほぼ準レギュラーになっております。あ、今日のお名前は、今日のお名前は村山です、はい、うわパクっちゃったよ。ドア玉からやらかしたね。やらかしましたね。ちょっとノープランでした。突然さっき見かけられたところ村山さん入ってって言われたんで捕まえたんで、今日はちょっとキャラノープランでした。そういうダラダラ感でやっております。はい、ダラダラしてていいですね、はい、そしてちょっとお久しぶりですね。はい、久しぶりです。お名前どうぞ、はい、小林浩二です。イエーイ。はい、というわけで早速9月に起こった新選組の出来事っていうのをね、まあ、調べてみたんですよ、はい、新選組年表っていうのがね、あるんです、うん、で、まあいろいろ書いてますわ。近藤勇誕生からね、始まっておりますわ、うん、で、まあ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 進んでいきまして、9月にあった出来事といいますとですね、ちょっとね、日付は分かんないんだけど、うん、早速もう日付分かんないんだけどね、9月に、祇園山尾にて局長新見錦切腹となります。そして、おそらくその数日後だと思われるのですが、9月の18日、うん、八木邸で星沢鴨平山五郎を襲撃するという、暗殺やね、暗殺だね、そうそうそう、という出来事がございます。なので逆算すると、新見錦切腹は、まあ、15日ぐらいなのかなみたいな感じです。なるほどね。何のこっちゃでしょ、うん、いや、まあまあでもそこはいいじゃないですか。いやいやいや、違うよ。そこをね、まずちょっとね、解説も入れながら語っていこうということですよ。あ、なるほど。1863年、はい、ね、うん、1863年、文久3年、うんうん、よう出てくるね。暗殺。え、うん、暗殺、うん、あ、え、そういうワードで覚えてるの。いや、え、何、星沢かも暗殺は文久3年っていうのを覚えてるんだよね、すごいね。すごい、さすが局長ですね。全然覚えらんないんだよね。はい、そうなんですよ。まあまあ新見錦誰よってなったら、まあ芹沢さんの腰巾着よっていうところだよね、うんうんうん、右腕、右腕、そうだよね。もうそうで、まあ切腹ちゅうことにというからには、はい、あれですよ、新選組のこの鉄の掟と言われる、うん、局中法度に反したと、はいはいはい、指導不覚悟っちゅうやつなんですけど、はいはい、でこれがなんかあれなんだよね、結構ちょっともやっとしてるんだよね、うんうん、なんで切腹せなあかんかったみたいな、とりあえず邪魔やったみたいな。うわー、だから結局初期の新選組ってこの芹沢派と近藤派、まあ、司令官組とに結構対立関係にあったんだよね、うんうん、でもその年齢のこととか、まあ地位もあったのかな、水戸天狗と、うん、地位があったよ ね。で結構こう芹沢派の方がこうグイグイ押してたんですよ。ただこの芹沢派はですね、はい、結構なんだろう、横暴というか、うん、ね、なんか無理やりお金をせびったりですね、うん、うん、なんか金遣いが荒かったり乱暴だったりと、ひどいやつだったんですよ。そういうイメージはありますもんね。そう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 、で、それを排除してその司令官派が、新選組の中心になるために、うん、粛清されてしまったというエピソードですね。相性、はいはい、でも、うん、芹沢かも暗殺は会津藩からの命令でしょ、うん、
あーって言われてるよね、うん、やっぱそれは目に余ったんだろうね、うん、どう考えてもね苦情がほら全部会津藩に行くからそうだよね、会津藩お預かりだから、うん、全部が全部ね、会津子のところに行っちゃうから、うん、うん、大変だよね大変だよね、うん、クレーム処理がねクレーム処理クレーム処理つっちゃうとなんかなかなかクレーム処理の末のまあディストラという名の粛清、うんうん、そうやね、まあね、どこでもこう企業とかそういう人が集まるところで派閥がね、うんうん、できちゃうのかなっていう気がしますけど、芹沢さんと新見さん両方ともほら、うん、免許改善で強いから一匹ずつみたいな一匹なるほどまあね、成功法でいても勝てないぞっていうことだね、うんうん、なるほどね、うん、あちなみになんか小耳に挟みましたが、うん、局長この間八木店行ってきたの？行ったよ、うん、そう行ったよ、あのね、京都の何がすごいって戦火を逃れてるからまあまあなその歴史の舞台がまんまそのまま残ってるっていうところがすごいところで、まあ、確かにすごいですよね、そうそう、この、だから当時壬生で新政府が五百回になっていた八木さんの家がまだそのまま残ってるんですよ、うん、それで実際にこれはすごいよね、そのあの芹沢と平山が殺された部屋が残ってるのさ、なるほど、血はなかったよ、え血はなかった、さすがにね、でも時々なんかあるもんね、なんか銃弾跡とかさ、うんうん、でこの部屋も実際刀傷が残ってるんですよ、おなんかあれだよね、上の鎌っていうの、うん、ところにあのこうカツッと当たった跡が、うん、残ってて、ね、カツベリみたいなでもあれもみんな観光客が触ってちょっと丸くなってきてるね、そうなってる傷がねまあまあ触りたくはないちょっとテカッとしてそうそうそう、あのビリケンさんの足の裏みたいな感じで、そうそうそう、で、あとあの有名なのが歩机ね、うん、机そう、芹沢が逃げようとした時にケツまずいたんだっけ、そうそう、ね、そう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 、襲われてわーってなってケツまずいたっていう歩机が残ってたりとかするんですよ、うん、すごいですね、あれ、うん、あれなんか、うん、あの聞くところと舞台ダンダラにご出演された役者さんだとお伺いしておりますけど、はい、そういった、はい、例えば、うん、あのゆかりの地に行ってみたりとか、まだないですねなんか調べてみたりとか、行きましょう、一緒にこれを機会に行ったらいいと思うんです、ヤギテね、いいですよね、うん、近くに壬生寺があって、うん、あの沖田君が子供と遊んだと言われる境内があったり、はいはいはい、あとその新選組にがっつり乗っかったあの壬生豚書文字っていうね、壬生菜っていう壬生、はい、で採れた京野菜を練り込んだなんか団子、うん、団子、餅あんこ入ってなかったっけ、あんこ入ってるね、豚書文字っていうのはあって、うんうん、僕だってあの大河の新選組あったじゃないですか、うんうんうん、で大河大体そうですけど番組の最後にあのその場所とか紹介するじゃないですか、 あるねあのコーナーやっぱめっちゃ好きでしたもんね、うんうん、だからああいうところ見てたら行ってみたいなと思ったりとか、こういろいろ歩いて、うんうん、やっぱりその同じね道のりを歩いたらやっぱ感慨深いものがあるじゃないですか、うん、いいこと言ったね、うん、ほら9月秋ですよ、観光シーズンでしょ、うん、ねこれはぜひ皆さんにも行っていただきたいと思います、うん、はい、であれですよ、実はですよ、はい、あのこのダンダラダラダラ TV の実はホームページがございまして、お、ね、局長が、うん、あの行ってきた新選組ゆかりの地の、うん、あの京都旅、京都田んぼの様子がホームページで紹介されておりますので、うん、すごい、ぜひそちらもご覧いただけたらな、要チェックですよ、すごいうまいことつなげたよ私頑張ったよノープランで上げましたね、お頑張ってるよ、上げてるよ、はい、というわけで本日のところは、はいはい、そんな感じで、はい、9月ので行こうと、祇園山を置いて、局長新見錦切腹、そして八木亭で芹沢鴨、平山五郎襲撃をご紹介させていただきました、はい、また次週の配信をお楽しみに、はい、ありがとうございました、バイバーイ。